ルイジルーカカバッディスフォルツァルイジルーカカバッディスフォルツァはイタリアの集団遺伝学者。特に人の遺伝学的性質と人類集団の歴史に関する先駆的研究で知られる。旧姓はカバッディでスフォルザ家は親戚にあたり後年を相続したものである。パビア大学医学部で博士号を取得。はじめ大腸菌の遺伝学を研究し、第二次大戦後ケンブリッジ大学に留学した。 そこで主任教授であったロナルド・フィッシャーから強い影響を受け人類遺伝学の研究を開始した。その後イタリアに帰って研究、教育を行い、1970年にはスタンフォード大学に移った。血液型の地理的分布の研究を人類集団の移住や拡散の歴史との関係についての研究へと発展させた。1960年代人類集団の 系統樹作成を提唱し、再節約法、再優法、距離行列法などの方法論を導入した。その後、人類の遺伝集団と人間の文化や言語との関係にも関心を広げ、共同研究を行っている。多数の論文のほか、一般向けの解説書、エッセイも多く表している。 かつて当たり前のように語られていた人種の概念が遺伝学的にはほとんど意味を持たないことを明らかにしてきた。最近では世界中の人の遺伝データを集積する人ゲノム多様性プロジェクトを提唱し積極的に推進しているが、これに対して一部から新植民地主義的であるとの批判がある。ありがとうございます。